怪しいもんについて一つ一つ話し合ってみりゃいいんだろうあの葉隠れってやつはシャワールームにいるところをいきなり襲われて抵抗する間もなく殺されたんだな。ああ、あの部屋のひでえありは元からのもんじゃなかったんだな。お、そうなのかで、誰がバカだ俺は宇宙に轟く桃田カイトだぞあああ、そいつの言う通りだぜ。そもそも俺は赤松が犯人とは思えねえ。そうだな。 俺もちっと見てみたがあれは確かに包丁だったぜ包丁を他のもんと見間違える方が難しいだろうがなら厨房の包丁を持っていったやつが怪しいなもうどうでもよくはねえだろうおいそもそもてめえが言い出したことだろう赤松達じゃねえよ俺はこいつらを信じるぜおいてめえふざけてんのかあ なんでそんな回りくどいことする必要があんだよ。つーか、オーマの嘘に振り回されただけで、結局何もわからねえままじゃねえか。俺は宇宙に轟く桃田海斗だ。泣く子も憧れる超高校級の宇宙飛行士だぜ。俺に任せとけ。信じてるぜ。当たり前だろ。うーん、あのな。でもよ、つーか。たくよ。くだらねえな。おいおい。はぁ、あ。 ちょっと待てふざけんなあああ,あ<っ>ふざけやがって。ふざけやがって。ふざけやがって。いい加減にしやがれぜ、全命うるせえまったくだぜ。おおマジかよな、なんだよいいえいえ 宇宙に轟く桃田海斗だぜやり遂げちまえば可能に変わるんどうしたんくそちっくそおうそうだそうだなそうかおういや。バカ野郎悪いそれはだなバカうーっと。うーんいいか待てなやめろひんうーん。おぉ うーん。やってやろうぜ。さすがは俺の助手だ。心配すんな。胸を張れくっよく言ったやるじゃねえかおーしへー,ー頼む覚悟しておけよ覚悟しておけよ覚悟しておけよてめえらや、なおい行くぞ行くぞ行くぞ,行くぞ週一春巻きは <laughs>